先日作ったホイールのホース巻きの裏面の処理をしておりませんでしたので、裏面を処理しようと思ってます。ロゴを貼ります。これがホイールのホース巻きです。これの裏面です。下塗りが完全に乾きました。この下塗りは水性ペイント、エマルジョンペイントです。これを研ぎ出します。2度目の水性ペイントも乾きました。これからは手で三輪をします。
今制作しようとしているのがこれです。 YouTube のエンブレムロゴ、これを作ろうとしています。このロゴの立体ものを見たことがありませんので、イメージとしてはプラスチック状のツヤツヤしたものかなと、こんな風にイメージしてます。それをそのまま作ろうと思います。パテ代わりに2液の接着剤を使ってます。硬化したようです。なかなか光沢のあるものになりました。この後これを水研ぎします。
完成です。